デッキ Q&A、 サイプレス材でウッドデッキを作りたいのですがどうですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。サイプレスはオーストラリア原産のヒノキ科の植物で、日本では欧州ヒノキ、オーストラリアヒノキとも呼ばれています。白く美しい木肌でアルマオイルにも使用される癒しの香りを持っています。世界一シロアリに強い木と言われるほどに強いことから、オーストラリアでは住宅の土台など幅広く使用されています。他のハードウッドに比べて耐久性が劣ると聞いていますが、そうなんですか？はい、一般的にイペとかウリンとかですね、ハードウッドの代表選手は30年持つって言われているんですけれども、このサイプレスはその大体半分の15年ほどというふうに言われています。それとあと表面にどうしてもちょっと節が混じる材木なので、死に節、生き節ってあるんですけれども、まあ、死に節に当たらないように注意する必要があります。あと、まあ、割れが出やすいという欠点もあります。ですから、まあ、お値段も少し手頃なお値段で使いやすい材料になっています。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。